ライオン社の裏側に入っていきたいと思います。ちなみにこれはライオンが、かじって遊んだ、これ結構硬い棒なんですけど、こうやってね、食いちぎるほどの顎の力を持ってて、こういう動物ですっていうことをここで説明しています。はい、ではどうぞ。はい、こんな感じで馬と海洋の飼育者を見てもらいます。寝室内に、こういうふうにライオンがいるところを間近で見ていただけるイベントです。はい、この足の下なんかも、普段動物が通る通路ですね。今立っている場所っていうのは我々飼育員が作業する通路なんですけど、その足の下が動物が通る通路になってます。こういうところを見ていただけることもできます。で、今メスが見ているんですけど、こういうふうに間近でライオンを見ていただけます。動物探検の、一番の美はやっぱりこの間近にライオンを見ていただけることと、直接って言っても手じゃないんですけど、餌をやっていただけることです。いつもより近い距離でライオンに維持、こういう形で餌をやってもらうことができます。で、普段見ることのできない大きな肉、ね、大きな肉や息遣いなんかも目の前で感じていただけます。こういう迫力ある姿を目の前で見ていただけるイベントです。ライオンスタンクのね、この一番のライオンを目の前で見てもらって、直接こうやって目の前で餌やりをしてもらうと言われているイベントです。これだけ大きな迫力のある姿を見ていただけるほどっていうのはなかなかないので、非常に人気があるイベントだと思います。はい、ですのでまたぜひイベントの方を再開しましたら、遊びに来ていただけたらと思います。お待ちしております。